よくやった。所詮は無駄。しかしあのマイヤーズ、シバン、彼らと、ま、で、え、失礼しました。なん？メイン長、エンジェル大隊らしいです。エンジンが急に止まったの。再起動しようとしてもうんともすんとも言わないわ。エルシオールも私たちで。何がどうなって。さっきの無人艦隊。ダメだ。こちらも敵の椅子。友軍艦、こっちも生きて、はい、とりあえずだけどね。大丈夫です。ダメみたいです。エレベーターも敵艦隊。あのマイヤーズ氏。ダメ、全然動かない。どうしたらいいの。せめて無理な注文言っても。そうかも。ここで諦めてどうするんだ。自分たちの力を信じろ。最後の最後まで。そうだね、ここで逃げてたまるかっての。せっかく今日まで頑張って今投げ出したら全てが無意味ですわ。私たちが倒れたら次はもっと多くの人たちが犠牲になる。つまんないちっぽけな命かもしんないけど、あんな得体の知れないものにくれてやるほど安くないんだから。絶対に絶対に負けません。何よこれ。これは何かが勝手に動いて。紋章機の隠された力。紋章機だけじゃない。システム見ろ。光の機。ヘルシオン戻っただと。わけなど。エンジェル隊から大事な。翼が生えてなんかピカピカ光ったりしてるけど、知ったこっちゃないわ。これならいける。出力まで上がっている。動力計量。はい。なんだ。わ、ともかエンジェル隊エルシオール作戦図。敵の高速、それに当たり前でしょ。もう一度作戦内容を確認する。了解。今なら負ける気がしないわ。今の紋章機なら。その通り。今度はこっちの番だよ。これまでやられた分、利子をつけてお返しして差し上げますわ。今を行きましょう、タクトさん。よし、行こう。みんなの力を合わせて黒き月への突破口を開くんだ。
今までとは性能が段違いなの。同じ紋章機とは思えないくらい。何が起きたんだか知らないけど、この翼があれば。タクト、あの攻撃衛星は全部撃ち落としてあげるから見ててね。今まで同じ敵に苦労していたのが嘘みたいよ。オッケー、任せといて。ラッキースター一撃必殺、アンカークローン。さっきまで一方的にやられた分お返ししてやるわ。分かったわタクト。命中しなきゃいけない、外してしまいました。敵の破壊に成功。黙見ろってのよ。目標に到達いたしました。攻撃にやられた分お返ししてやるわ。外れちゃったか。今度は絶対に当てるわよ。攻撃を返しました。今のはいい当たりだったね。どうだいタクト。以前あれだけ苦労したのが嘘みたいですよね。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。壊されちまったよ。こりゃ本気でかからないとね。やったわよタクト。敵を撃ち落としたわ。チェ、外したか。でも二度は外さないよ。目標へのダメージ、こちらの予測を大幅に変えます。すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。はいタクトさん、お任せください。目標の中枢部に命中。うまくいきましたタクトさん。あ、外しちゃった。早くこの感覚に慣れなきゃ。攻撃を始めるわ。今までやられた分のお返しよ。攻撃成功。このまま一気に落としてやるわ。分かったわタクト。よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。はいタクトさん、任せてください。攻撃回避したわ。機動力が一撃必殺、アンカークローン。破壊攻撃を返してきました。何だったのよ。了解しました。了解、あいつらに新しい紋章機の力を見せてやるよ。修復を開始します。リペアウェーブ。あれ、当たったと思った。お行きなさい、フライヤーたち。よかった。オッケー、任せといて。回避に成功しました。タクトさん、目標攻撃を回避できました。ダメを開始し、敵を撃墜しました。このくらい平気ですわ。トリックマスター、了解ですわ。はい。行動を開始します。すみません、タク
トさん、攻撃失敗です。少し痛かったですけど、まだ大丈夫です、タクトさん。狙いがそれました。今度こそは。タクトさん、攻撃を回避できました。了解。あんたを信じるよ。そんな攻撃効かないよ。今のハッピートリガーにはね。おっと、外した。今までと少しタイミングが違うってことか。4番機、攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。よし、来た、タクト。よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。ちょっとか。今度は絶対に当てるわよ。わかったわ、タクト。さっきまで一方的にやられた分、お返ししてやるわ。新しい紋章機の力を見せてやるよ。助かりました。じゃあまた行ってきます。了解です。今すぐ行きます。あれ、動かした時の感じが前と少し違うな。まあいっか。今まで同じ敵に苦労していたのが嘘みたいよ。あ、外しちゃった。
早くこの感覚に慣れなきゃ。オッケー、任せといて。回避成功。今日私は一味違うわよ。攻撃を受けたわ。でもかすり傷だから心配しないで、タクト。一撃必殺アンカークロー。タクト、敵をやっつけたわよ。こんなにあっさり倒せるなんて。はい、タクトさん、行動を開始します。オッケー、任せといて。回避成功。ハーベスター、今日私は一味違うわよ。目標の完了しました。よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。よっしゃ、いけいけ。的にやられた分お返ししてやるわ。練習したわよ。見ててくれた、タクト。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。分かったわ、タクト。よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。攻撃を食らったわ。まだなんとかいけると思うけど。もう許さないわよ。いけー、アンカークローン。あれ、当たったと思ったのに回避できてる。よかった。攻撃目標全滅しました。タクト、今なら黒き月に到達できるぞ。よし、目標変更。黒き月本体を狙う。黒き月の、なんだと。のはセンサー類の、いかがいと。やめろ。はっ。黒き月の、やったか。マイヤーズ司令、私の大活躍見ててくれた。黒き月だかなんだか知らないけど、このまま一気に。って、あれ、何よこれ。翼が、カンフーファイターの翼が消えちゃった。反応速度も鈍ってる。どうなってんの。他の紋章機からも翼が消えました。紋章機の出力が平常以下に落ちています。どういうこと。司令、マクト、あのデク敵が了解。マイヤーズ氏、依然地惑星炉生き残った。失礼します。来る途中、皆さん師匠。これじゃあ体制の立て直しといっても 2,3 日どころじゃ効かないわね。まあ当然よね。言いたいところだけど、私にも正直よくわかんないのよね。それにしても、あの時紋章機とエルシオールに起きたあれは一体何だったんだい。それに関しては司令、ご苦労じゃ。状況か、ファーゴを。他にも多くの犠牲は、慎んで。さて、エルシオールと、頼むぞ。また時間が取れたら。タクト、どうしたの。ランファ、タクトさんに何か言わないの。帰りなさい、タクト。
どうした？黒き月に変化が見られます。メインモニターに映像を出します。黒き月の内部から無人艦が新手の攻撃。いかにも黒き月さする。だとしたら大変じゃない。あの黒き月がある限り無人艦隊がどんどん作られるってわけでしょ。それだけじゃないよ。ファーゴとロームを壊滅させた攻撃や紋章機を機能停止させた妙な光もあいつの仕業なんだ。これからどうなっちゃうんでしょう。勝てるんですか私たち。何でしょうか。ああファーゴはそんなにそれじゃあ私ちょっと前まで舞踏会で踊っていたような気がするのにね。まったく飛んだ一日だと。そうね、美容にも悪いからもう寝るわ。それじゃあお先に。では私も部屋に戻らせてもらうぞ。皆の者ご苦労であった。そうだな、敵はどんどん数を増やせるのに対してこっちの戦力はガタ落ちだからな。数少ない味方も自分たちの修理や被害を受けた民間人の救助で大忙しですもんね。エルシオールにしてもファーゴを大急ぎで脱出してきたせいでかろうじて修理ができる程度の補給物資しかありません。まったくだ。今のところ黒き月が動かないでいるのがせめてもの救いか。お前のその性格が今は羨ましいよ。ところでお前も休んだらどうだ。交代が必要になったら呼ぶ。一眠りするなり館内の様子を見てくるなり好きにしていいぞ。私たちも交代で休ませてもらいますからご心配なく。司令もお休みになってください。お疲れ様です。あら、タクトじゃない。あんたもトレーニング？別に無理なんかしてないわ。なんか無性に体を動かしたい気分だったのよね。それよりあんたも見たでしょ、紋章機の翼。私もびっくりしたわ。紋章機は生まれ変わったのよ。あの時ね、紋章機から私の体にすごいパワーが流れ込んでくるのを感じたの。私まで生まれ変わった気分だったわ。そうよ、すごいことだわ。操縦した感じも今までと少し違ってたし、それにあんな綺麗でかっこいい翼なんだからきっといいものに違いないわ。タクトもそう思うでしょ。you
そうでしょ、私の勘は正しいに決まってるわ。それがもう今までと断然反応が違うの。まるで私だけのためにチューンナップされたみたいだったわ。この生まれ変わった紋章機があればエオニア軍なんか目じゃないわ。あいつらにやられた人たちの仇を取ってやる。あ、タクト、いいとこに来たわね。これからランパと一緒にお料理作るんです。暗い雰囲気を吹き飛ばすために美味しいものを作ってみんなに食べてもらおうと思って。そこにちょうど私が通りがかってね。せっかくだから私も料理を教えてもらおうかと思って手伝うことにしたの。期待しててくださいね、タクトさん。私の料理の腕前にびっくりしないでよ。さあ、それではランパさん、先生の後に続いて掛け声をよろしく。先生？掛け声って？ミルフィー、ランパのお気楽クッキングって何よそれ。ダメじゃないランファ、ちゃんと一緒にお気楽クッキングって言ってくれなきゃ。なんで私がそんなこと言わなきゃなんないのよ。あ、ごめんね、その前にランファののところも言ってもらうんだったわ。そういう問題じゃない。ないわよ。タクトもこのお気楽娘に何とか言ってやってよ。そう？まあね、当然だけど。うん、ランパだったら絶対うまくいくわ。やだミルフィー、あ、じゃなかった、ミルフィー先生ったら。よかった、ランパがノリのいい性格で。なんか言った？ううん、何にも。そう？だったらいいんだけど。それで、今日はどんなお料理を作るんですか？お料理はイチゴをたっぷり使ったケーキです。わあ、それは美味しそうですね。ではまず材料のご紹介から。というわけで、ここに下準備の終わった生地があります。はやっ。あの、ミルフィー先生、生地の作り方の説明は。だって早く食べたいんだもん。あたしに教えるのはどうだったのよ。生地を型に流し込んで熱したオーブンに入れてっと。何事もなかったように進行するんじゃない。焼き上がるまでは50分くらいかかります。その間にホイップクリームの方を。あー、オーブンから火が。ミルフィー、あんたオーブンに何入れたのよ。何って、ただのケーキ生地なはずなんだけど。
ただの記事がこんな大爆発するわけないでしょ。あ、逃げた。待ちなさいよ、タクト。はい。どうされました？ウキウキです。え、はい、あたしらだよ。あ、タクトさん、ちょっといいですか？実はランファのことなんですけど。ランファ、なんか様子がおかしくて、私ちょっと心配で。私さっき食堂に行ったんです。そしたらランファがいたんですけど、深刻な顔して何か手紙のようなものを書いてたんです。だけどランファったら、その手紙を書きながら何かブツブツ独り言を言ってたんです。気になってこっそり聞いてみたら、もうダメだとか天国だとかって言ってたんですよ。間違いないです。しかも私に気がついたら慌てて手紙を隠して行っちゃいました。それで私、もしかして遺書を書いていたんじゃないかって心配になって。タクトさん、お願いがあるんです。ランファの様子を見てきてもらえませんか？ありがとうございます。タクトさんだったらそう言ってくれると信じてました。よろしくお願いします。タクトさんになら何かも本心を打ち明けてくれると思います。書いてたって？
ようやく話が見えてきたわ。なるほど、そういうことか。あのね、タクト、私遺書なんて書いてないわよ。きっと故郷の家族に宛てた手紙をミルフィーが勝手に遺書だと勘違いしたのよ。ああ、それはちょうどこの前の舞踏会のことを書いてたからよ。思ってたことがつい口に出ちゃったのね。その、笑わないでよ。もうダメだっていうのはね、足が痛くて歩けなくなった時のことなの。幸せだったから、まるで天国にいるみたいな気がしたってことよ。ああもう恥ずかしいわね。こんなこと女の子の口から言わせないでよ。ミルフィーはそそかしいんだから、言うことをそのまま素直に聞く方が悪いのよ。まったく、ミルフィーの早とちりにも困ったもんよね。だけど、ちょっぴり嬉しいわ。私のことを心配してくれたんでしょ？ドアの前に立ってた時、息が切れてたもの。それって、走ってきたからでしょ？悩み事があったら何でも気軽に言ってね。何よそれ、バカね。うん、おやすみ、タクト。タクト、はい、タクトリタな、そすこならた願あそで。マイヤーズ司令と、紋章機ぜひ説明。はい、調査の結、つまりやっぱり、でも外部から、そうです、その解析、紋章機とロストテクノロジー、そういまず、ただあまたこれらの女100、私たちどういうスロット、つまりやっぱりそうだったんだ。なんだか今までと操作性が少し違うと思ったのに、やけにすんなり動かせたのはそのせいなのね。つまり紋章機はパワーアップしたということですか？ですが、そのそうだ、翼、結局詳しいことは何も分かってないってわけね。改めて考えると、そんなものに命預けてるのね、私たちって。私たち研究者とよ、はい、攻撃面はええでそんなに、それに追加兵、それに私に、それは
私も、それに、そんな、信じるかど、そういえば私たちも、この見取り図にあるような奥の方まで入ったことはないわね。そうですわね。この見取り、だから、それはいい。ま、オッケー。あんたに任せるわ。了解。Thank you.